メガビッグ、結果出ました？当選結果はまだですが、待ちきれなくて飛び出してきちゃったよ。では完成です。メガビッグ、12億。服部先生、なんだかいい匂い。金目鯛のアクアパッツァでございます。わあ、縁起が良さそう。メガビッグ、史上最高12億。縁起を担いできました。うまい。こんにちは、石田ゆり子です。毎回愉快なゲストが登場するこの CM ですが、今回は、料理研究家の服部幸男先生とご一緒させていただきました。服部幸男先生とは初めての共演だったのですが、とっても素敵な方でした。 CM では服部先生に作っていただいた金目鯛のアクアパッツが本当に美味しくて、ぜひ作り方を教えていただきたいと思いました。考えるだけでとってもワクワクします。今回の CM も当選結果が待ちきれないワクワクを描いた CM で、とても面白い CM になったと思います。それでは服部先生との新 CM ご覧ください。メガビッグ、結果出ました？当選結果はまだですが、待ちきれなくて飛び出してきちゃったよ。12億。いい匂い。金目鯛のアクアパッツァでございます。縁起が良さそう。メガビッグ、史上最高12億。先生、うっかり持ってきちゃった感があるといいですね。出てきちゃった感。おっとっと、何までついてきちゃったよ。はい、カット。テレビも随分いろんなのに出させてもらったりね、クイズ番組とかあるんですよ。コマ撮りをしながらね、やるってね、なんか自分じゃイメージつかんでなくてやるでしょ。チリチリバラバラで大丈夫かなっていうまだちょっと印象が、きっとこれつなぐとね、ああなるほどなって後から分かるんでしょうけどね。今まで45本は出たことあるんですよ。こんなビッグなやつは初めてです。まあ素敵な方でね、なんか透明感のあるような形でね、そばでね目を見ながら喋るのが辛くなっちゃってね、で横向きながらね僕喋ってたから、随分ねテレビではどういうふうに映るのかなって、本当はねそうですねって言ってね、目を合わせながら喋るのが本来なんでしょうけど、それができなかったから残念。縁起のいいのね。日本ではね、縁起っていうとやっぱりタイ系のものね、だからタイの塩汁だとか、僕はね醤油とねお砂糖とでカブト煮みたいな、甘口なんだけどちょっとしょっぱくてご飯に合うような、これって好きなの僕がね、だからこれ食べさせたいなと思いましたよ。金目鯛だから目がビッグだからねちょうどいいんじゃないですか。アクアパッツァ自体は、アクアって水でしょ、パッツァでしょ、だから結局ね水煮なんですよ。それは何の水煮かっていうとね、海水の水煮なの。海水で魚をガーッと煮たもの、それがアクアパッツァの最初の源流なんですね。ですからただもう煮りゃいいんですよ。ただその中にオリーブの実だとか野菜、それ入れてあとやればね、なんとかなるんですよ。でね、塩味はねちょっと濃いなと、海の水だと濃いんですよね。ただワイン入れたり、最後にねオリーブオイルをガーッとかけるとね、あの味になっちゃう。もともとあれがどうやってできてきたかっていう原点を探ると、おのずとほら出てくるんじゃないですか。それから料理っていうのはね生まれてんだっていうことを思うだけでもね、もう味が出来上がるの。うん、そう買いました。3万円買ったのね。全部あれしたらね7200円だかで、ね、300円だか忘れましたけど、そのぐらいになったよ。3万円でもね一応お釣りが来たなっていうかね、そんな感じだったね。であれがね12億当たってたら違ってたのまたねこれからも買います。これを機会にね一部はね、メガビッグを買うために使おうかなと思うね。ワクワクするってね、だんだん昔に比べるとワクワク感がないんで今ね。だけど、なんかやり遂げたっていう時にね、あ、やったっていう気持ちがあるから、その時がね、ワクワクがね、頂点に達する時がね、アドレナリンが出てる時がね、このちょっとないから、12億当たったらわーっと出るよね。あんまりまだ出てない。ただね、石田さんとこう喋ってる時にね、やっぱりね、なんかね、目見れないっていうのはあれね、やっぱり僕の中でね、緊張感の中にアドレナリン出てんだろうね。おーみたいな。ニコって笑われちゃうとね、目そういうそらしてくれよくね。それがレンズからどういうふうにね、そらしたのが映ってるのかちょっと心配だね、あれ。では完成です。よし。メガビッグ、あ、ちょっと待ってください。メガビッグ、難しい。メガビッグ、12億円。はい、オッケーです。メガビッグってね、僕も買った時にね、これ当たったら本当に嬉しいなと思ってね、夢ですけどね、夢でいいんです。まずね、夢が当たるかどうかもね、買ってみなきゃダメなの。買わなければね、これはね、実現しませんよ。買わないでね、当たんねえからなんて思っちゃダメ。買わなきゃダメです。ぜひね、CM ご覧ください。金目がね、出てきますからね、メガビッグですよ。メガビッグ結果出ました。当選結果はまだですが、待ちきれなくて飛び出してきちゃったよ。12億。いい匂い。金目鯛のアクアパッツァでございます。縁起が良さそう。史上最高12億。